皆さんこんにちは、こんばんは、やすさんでございます。今回はですね、なんとこちらの商品でございます。じゃん、分かれへんね。はい、これで分かるかな。はい、楽天モバイル夏のスマホ大特価キャンペーンということでございまして、今回初めて楽天モバイルを購入してみました。それではですね、早速今から開封してみたいと思います。さあ、それではね、開けてみましょう。よし。おお、じゃーん、こんな感じでございます。SIM カードと、あ、これね、全部梱包されてますね。はい、ちょっと開けてみます。それではね、中開けてみました。こういった案内と、であと SIM カードと、で本体になります。はい、じゃあこっちもね、開けてみましょうかね。はい、こちらになります。今回ですね、アクオスの品番が SH-RM12 という機種ですね。こちらで頼んでみました。で、中開けると、取説と、充電コードがね、が入っています。今回ですね、夏のスマホ大特価キャンペーンということでございまして、なんとですね、最大 26,300 ポイントのポイント還元があるということでございまして、で、ね、機種によってね、そのポイントは変わってくるらしいんですよね。で、今回私が発表させていただいたこちらアクオスのね、スマホなんですが、こちらで購入すると、このスマホ単体だと2万ポイントになるんかな。あと3000ポイントと3300ポイントはね、別途つきます。はい、じゃあちょっと早速ね、こちらに SIM カードを入れてみたいと思います。はい、こちらがね、 SIM カードになります。裏見るとこれ、ね、楽天のマーク入ってますね。はい、これで装着完了です。じゃあ早速入れてみましょう。さあ、電源入るんかな。電源がここらしいので、ちょっと入れてみましょう。あ、入った入った入った。まあ、やっぱ若干バッテリー残ってるようにしてるんやね。さあ、どんな感じでしょうか。あ、来ましたよ。おお、来た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 。で、これ開始。はい、ただいま初期設定完了しました。もうこちらね、今から使用できる状態になりました。先ほどの夏の大特価スマホキャンペーンなんですけども、ポイント還元するためには、こちら楽天リンクというアプリで10秒以上の発信をすることが必要だそうです。で、あと SMS ね、ショートメッセージを1回送ることがポイント還元の条件になっているそうですので、今から早速ね、してみたいと思います。まあ、楽天モバイルね、ちょっと前から気になってたんですけども、まあ、1年間基本料金無料とかね、さまざま特典あるじゃないですか。まあ、ちょっとね、そこに惹かれた点もありまして、今回購入してみました。まあ、いろいろね、良くない噂もたくさん聞きますが、まあ、これからね、まあ、実際に使用してみて、まあ、どうなのか検証してみたいと思います。まあ、こちらね、
携帯の購入代金を分割払いで、4年払いとかあったんですけども、まあ、一応ね2年払いに設定してみました。まあ、来年から基本料金がかかるということで、まあ、もしね本当に具合が悪かったら、まあ、2年経ったらやめようとね思ってますんでね、まあ、実際、まあ、今日から使ってみてどうなのか、はい、こちらね検証してまたご報告させていただきたいと思います。はい、今回ですねこちら楽天モバイルの開封動画になりました。夏のスマホ大特価キャンペーンということでね、すごいですよ。最大26,300 ポイントだったかな、まあ、そちらのポイント還元があるということで、まあ、ほぼほぼねこちらの携帯代金がね、まあ、ほぼキャッシュバックされるということですので、今回購入してみました。はい、それでは今回は以上になります。ありがとうございました。やすさんでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。